始まりました。マッチン流の時間です。町田マチルダです。坂本八です。はい、このマチニューでは株式会社シティコミュニケーションズの最新情報や各店舗のイベント情報などを発信していく企業情報番組です。はい、実は先日嬉しいことがありまして、はい、あの会社説明会でこの動画を流しているっていうのは前回お話ししたと思うんですけど、うん、学生さんがその説明会に来る前からマチニューを知っていて見てくれていたという人がいました。嬉しい。ということはこの放送ももちろん見てますか。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、ただあの坂本さんのあれ、あの振動バットバント、お勝手に振動バン バントめちゃめちゃ滑ってました。勝手にすっごい滑ってた。勝手に振動バント、うん、勝手に振動バント、あれ静かだったよ。めっちゃ面白いのに、なんであれが受けないんだよ。はい、じゃあいいですかね、そろそろ。では第5回のラインナップがこちらです。どどん。はい、特集はダイスのオタ活について、その他気になるシティ最新情報をお届けしていきます。まずはダイスが各店舗イベントラッシュです。どうぞ。20周年イヤーを迎えているダイスですが、現在各店舗でオリジナルのイベントを次々と展開しています。札幌たぬき工事本店では夜のフリータイムでアルコール飲み放題プランが8月24日より登場。そして大森店では現在かき氷の提供、お隣大井町店ではパチパチラムネトッピング、ダイスのツートップ池袋店、池袋北口店ではワッフルコーンの提供、ダイス相模大野モアーズ店ではトッピングディスペンサーの登場、横須賀中央三笠店は平日の朝6時から11時、クルトンとコーンフレークが食べ放題、そして大宮店ではなんと女性のお客様にスイーツを1品無料でご提供しています。また女性のお客様の利用が多いダイスですが、特に大宮店の完全防音個室の VIP 席は女性利用率が 52% と本当に多くの女性のお客様に支持されています。そこでスイーツ1品無料は乙女心をかなり掴んでいますね。というわけでですね、いろいろやってますね。やってます、すごいいっぱい。いい意味でなんかもうやりたい放題みたいな感じなんですけども、まあそれにしてもあの大宮店の女性比率 52% というのはすごい数字ですね。すごい、うん、半数以上、うん、やっぱりこの女性に選ばれる理由って何なんですかね、マシルダ的には。何なんですかね、うん、まあまずそのやっぱスイーツ好きな方が女性多いので、はいはいはい、でしかもあのやっぱ女性ってあの選べる、いろいろ選べるの好きなんですよ。なるほど。で、うん、やっぱりそのいろんなコンテンツ置いていて、ソフトクリームも何種類かあったり、うん、トッピングもいろいろあって楽しいですし、あとはその行きたくない理由としてやっぱ居心地が良くなかったり、うん、まあ、清潔感がなかったりっていうのがやっぱ上がってくると思うんですけど、まあ、そういうのがダイスはないので、うん、確かにね。あとなんかスタイリッシュな感じ、うん、トイレの中とかも結構スタイリッシュなイメージ、ね、あと食事関連で言いますと、うん、ダイスの自由が丘で、うんうん、こちらでテイクアウトのサービスが始まってます、うん、珍しい、うん、でネットカフェではテイクアウトって珍しいと思うんですけども、うんうんうん、まあ、これもやっぱり味に自信のあるダイスならではの挑戦というところですね、うん、まあ、僕もおしゃれな街自由が丘で揚げフレンチトーストと あの僕大好きなポテトをバリバリいただきましたんで、はい、今回紹介した店舗以外にもですね、いろいろと各店やっておりますので、店舗アカウント、ツイッターや、公式ホームページをご参考ください。要チェックや。はい、ここで速報が入ってきました、うん、11月初旬にシティグループ新規事業としてミックスバーが横浜にオープンします。繰り返します。11月初旬にシティグループ新規事業としてミックスバーが横浜にオープンします。坂本さん、これはどういうことでしょうか。いや、ついに決まりましたか、うん、まあ、かねてから噂はあったんですが、うん、ミックスバー、ミックスバー、まあ、簡単に言うと、まあ、ゲイバーの意識ですね、うん、いや、シティグループもついにここまで来ましたかって感じですね、うん、まあ、これも、まあ、ある社員の熱い思いが形になった一例ではあるんですが、うん、これからは大注目ですね。はい、こちらですね、詳しい情報が入り次第お伝えしていきたいと思います。
すでにツイッターのアカウントが開設されたそうなので、気になる方はぜひフォローしてみてください。はい、それでは本日の特集です。ダイスのオタ活についてなんですけれども、まあ、こちら文字通りオタクの活動ということで、まあ、最近は推し活なんて言ったりもしますかね。そうですね。はい。まあ、アニメオタクだったり、まあ、アイドルオタクだったり、まあ、とにかく自分の好きなことを好きなだけ楽しむ活動のことです。坂本さん、ちなみに。僕はやっぱりメタルオタク、ヘビーメタルオタクですね。うんうんうん、まあ、あとはプロレスオタク。今年の G1 はどうなるんですかね。まあ、私はちなみに、アニメとかゲームとか、あとスターズは箱で押しております。はい。で、今回はそんなオタクの私たちがですね、はい、はい。はい。ダイス池袋店で、実際にオタ活してみましたので、ご覧ください。どうぞ。どうぞ。世界最大級のインターネットカフェ、ダイス池袋店。こちらのビルの2階から10階まで全てがダイスなのですが、その中には防音個室のビップルームというフラットタイプのとても広い席があります。今、池袋店をはじめ、ダイスのビップルームのある店舗ではオタ活を推奨しているんです。最近ではコロナ禍によりライブイベントの中止が相次ぐ中、自宅でライブ DVD などを見て楽しむ方が増えているようです。ダイスのビップルームであれば、大画面、大音量でライブ映像を見たり、一緒に歌ったりなど、オタ活をより一層楽しむことができます。実はこの企画を提案したのは、今年4月に入社した新入社員山本あやみさん。自身もアイドルオタクで、今までカラオケ店などでオタ活をやっていたそうですが、ダイスで働くようになって気づいちゃったんです。完全防音個室のあるネットカフェこそオタ活はうってつけだと。そこで自身で企画書を書き提出したところ、まずは仙台店の店長の目に留まり、詳しく話を聞かせてくださいと連絡が入り、オタ活キャンペーンを実施。その後、札幌たぬき工事本店、そして池袋店でもとオタ活推奨店舗が増えている現状です。なんかその今やっぱコロナでライブが3月ぐらいからいろんなライブがずっと今も潰れ続けてて、全然できない、そういうご時世になっちゃってるけど、無観客ライブっていうそのネットを使ってアーティストさんとかがそういうの配信してくれてて、携帯は画面が小さいし、家だとあんまり大きな音が出せないから、それだから家みたいな感覚で見れるフラットのお席のダイスで、あのメインの大きい画面に映像を流して、もう部屋とか暗くしてペンライト持って振って、タオルとかもうなんかその服装とか、そのお部屋の中だったら誰にも見られないから好きな服装になっても、実際のライブみたいに楽しんでもらえるのかなっていう。スピーカーとか、なんか重低音を支えてくれるいいスピーカー置いてあったりして、いい環境でいい無観客ライブとか試合とかそういうの見れるから、すごいいいなって思うし、自分も使いたいなって思いますね。お菓子とか食べ物とかお酒とか飲みながらもできるし、うん、あとはソフトクリームあるしおたかつもできるし、普通のネットカフェの利用もできるし、あとは今24時間バックも池袋店で始まったので、外出もいくらでもできるなんでしょう、外でなんだ推しのグッズアニメイトさんとかで買って、自分自身も結構ダイスのビップルーム使って無観客ライブいっぱい見てて、近いうちにライブ映像ライブ DVD ビップで再生して一人でオタ活しようかなって思ってますね。はい、新入社員すごいですね。すごいですね、本当に。しかも彼女、うん、まあ、19歳で、どうなの、半年前まで高校生だったんですよね。うん、まあ、企画自体がその若い感性ならではだなっていうふうに思いますし、うん、あとはその若い社員の企画が、まあ、自店舗だけでなく、まあ、他の店舗でも採用されて実際に行われてるっていうのが、うん、シティグループのいいところだなと思います、うん、はい、続いてはくだらない動画で英語が勉強できるチョップのお時間です。どうぞ。
He trimmed his left nostril. He trimmed his butt hair. Finally, he trimmed his right nostril. It stank. He trimmed his left nostril. He trimmed his butt hair. Finally, he trimmed his right nostril. It stank. ドン引き。で今回ははい、スターズのメイさんのリクエストで、はい、この VTR 選びました。嘘、うん、本当好きみたいでこれ。嘘、意外、うん、チョップは街ニューが上がっていない月曜日に、最新動画を上げていきますので、まあ、もう一度これ見たいな、街ニューで見たいなという方がいらっしゃいましたらリクエストをお願いいたします。で今回リクエストいただきましたメイさんには、僕のハリカッターを差し上げます。絶対いらない、海に捨ててください。はい、それでは、最後に今後のシティグループ各店舗のお知らせです。本日最初にダイスの様々なイベントをご紹介したんですけれども、実はまだまだ紹介してないものもございます。はい、ダイス相模大野モアーズ店では9月18日まで超額割を開催中。超学生新規のお客様、一緒に来店されたお客様は3時間なんと無料でございます。期間限定フリータイム最大16時間が2200円となっております。はい、またダイス増式店もですね、高校生のみ利用可能なフリータイムキャンペーンを開催中。最大10時間が1000円ポッキリね、とか言っていいですね。いいですね。学生証持ってきてくださいね、うん。はい、あとダイス溝の口店が15日までご新規様はどなたでも半額となっております。はい、この機会にぜひお近くのダイスご利用してみてください。はい、本日も最後までご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。よかったなと思ったら高評価ボタンを、あとはこんな企画やってほしいなみたいなのがありましたらぜひコメントをお願いいたします。街ニューは各週月曜日12時にアップしています。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。お願いします。はい、それではまたお会いしましょう。さよなら。お疲れ様でした。お疲れ様です。8いいね。ミックスパー8。8いいですね。うん、8いいわ。フォローした。8、8。8ね。夏に君を求めてないけど、横に今でなると思い出す。君のドールちゃんとキャバナのその香水のせいだよ。